モータースポーツジャパンは2006年より東京、お台場で開催されているモータースポーツイベント。もともとはイギリスで毎年夏に開催されるグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードのようなモータースポーツの歴史を振り返りつつ広く一般にモータースポーツを知ってもらえるフェスティバルが日本になかったことから日本版グッドウッドを目標に開催された。 それまでもトヨタ自動車のトヨタモータースポーツフェスティバル、日産自動車のニスモフェスティバルのようなメーカー単位のイベントは存在したが、本イベントは国内の主要自動車メーカーが合同参加するという点が画期的だったほか、開催にあたって東京都の協力を受け、お台場に特設コースを設け実際にレースに参戦する車両がデモ走行を行うなど、 それ以前のイベントとは一線を画す内容を売りとした。一般に広く、モータースポーツを知ってほしいというイベントコンセプトから、入場料は原則として、無料とされていること、またもともと観光客、買い物客の多いお台場での開催ということもあり、まだ歴史は浅いものの、2日間開催ながら、毎年10万人以上を動員する国内でも、有数のモータースポーツイベントとなっている。 また会場では、日本自動車連盟のモータースポーツライセンス、講習会も開かれるなど、このイベントを機により深く、モータースポーツに関わってもらえることを狙っている。ただ2009年現在、イベント内容は四輪レースにやや偏った内容となっており、二輪レースに関しては一部スーパーバイクのデモ走行が行われるのと、日本モーターサイクルスポーツ協会のブースが、 提供されている程度と内容に乏しい。MFJ はイベントの講演にもついておらず、二輪分野の充実が今後に向けた課題と言える。なお2020年は、お台場が2020年東京オリンピックの開催準備のため使用できないことから、会場を渋谷に移して行われる予定だったが、新型コロナウイルスの流行の影響から開催中止となっている。以下は二千十一年現在、 ありがとうございます。